皆様こんにちは。株式会社菜の花警備、田中和義です。私ども菜の花警備は地元流山を中心に交通誘導警備またはイベント警備などを行っております。現在100名近い警備員がおりまして、日々汗を流して皆様の安心安全を守っております。現在株式会社菜の花警備では交通誘導警備員を募集しております。皆様の中でぜひ警備員をやってみたい方、仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けをよろしくお願いします。また地元流山のみならず半径20キロ以内のお仕事を、気持ちよく受けさせていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。また詳しい案内はこちらへどうぞお願いします。